おはようございます、本日もですね、今から平凡な一日をやっていきますが、ゴールデンウィークが終わって明けなんで、またサイクルが戻ってなくてですね、いつもだいたい早い時間に寝るんですけど、今日まあ遅くてもう11時前っていう感じやけど、全然眠くないという、非常に生活リズムが崩れた状態で、今お送りしております。でですね、まあ、今日の服装はですね、この寝巻きスタイルはノースなんですけど、これはあの先生時代に着てた服で、よく見るとここにですね、いっぱいあの赤ペンの跡があるんですけど、この名札を首からぶら下げてそこに赤ペン刺してるんですけど、そしたらなんかあの赤ペンの蓋を取る生徒がいててですね、あのなんでか知らないんですけど、蓋を取って走り回って逃げて笑ってたんで、で結局知らん間に服が真っ赤になってたっていうところから、これはもう寝巻きスタイルになって、まあ、さっきもちらっと映ったんですけど、パタゴニアのパンツにこれ寝るスタイルということで、もう勝手に家自宅やのに勝手に海スタイルっていう感じで、まあ、今から寝ようかなと思ってるんですが、あのまあゴールデンウィークっていうところもあって、もう基本的にずっと出かけてたり、ちょっとプロ野球情報がですね全く見れてない状態で、どうなってるかわからないですが、まあ、前回言ってたみたいに無事僕の草野球も終わって、まあ、多分その動画はこっちに今上がってると思うんですけど、まあ、それもまた興味あったら見てみてください。後半 の僕がヒットを打つシーンに関してはめちゃくちゃ編集凝ったんで、あそこはぜひリピートで見ていただきたいというところでですか、今から寝ようかなと思います。はい、ではまた明日の朝、素敵な寝癖でお会いしましょう。おやすみなさい。おはようございます。本日はこんな感じで仕上がりました。なぜかですね、パッと目が覚めて、今日はちょっと早いんですが、目が覚めてきたので、もう早速動き出したいなと思います。で、以前質問あったんですが、布団どこの布団ですかって書いてるんですけど、自分羽毛布団のホワイトグースっていう布団を使用しております。あ、ちなみに寝癖こんな感じです。もう長いので落ちてくるんですが、こうやったら、ネオヘアにもなりますし、今日はどっちかって言ったら斜め45度ぐらいの角度で仕上がってる感じですね。では準備していきます。今日は暑くなるようなので、中ズボンに T シャツにしたいと思います。道路ライトにこの黒のランニング T シャツで J ガンスタイルでいきたいなと思います。はい、そしたらですね、8時35分で今から出たいなと思いますが、冷蔵庫のところに張り紙があります。昼はそうめん、夜はこんにゃく炒め、鶏肉のさっぱり炒め、昼と夜にこんにゃく炒め食べてもいいよ。これで自動的に僕のタコズキッチンも本日はなくなりました。またタコズキッチンは次回お会いしましょう。では行きます。はい、それではですね、出社していくんですが、まあ、出社は皆さんご存知の通り、ファミリーマートのイートインがこのオフィスなんで、オフィスに行くんですけども、最近ですね、髪の毛がちょっともう長くなってきたんで、そろそろもうお世さんのとこ行ってパーマ当てたいんですけど、お世さんはこの先っちょの金髪やったところが切った方がいいって言ってたんで、まあ一回相談してみて近々行きたいなと思います。多分皆さんが気になってるのが、多分この僕の日焼け、なんでこんな焼けてんねやっていうところやと思うんですけど、この日焼けがこんだけになっていた過程が全部動画にしてあるので、またそのうちゴールデンウィークの動画が上がっていくと思うんですけど、まあそれ見てもらったら、なんでこんなことになったんかっていうのが分かると思います。あ、ではそろそろオフィスが近づいてきたんで、出社してまいります。はい、無事帰ってきました。今日は頑張ってですね、3時間ぐらいやったんですけど、よくオフィスにいつも来てはる同じ顔のメンバーがいてるんですけど、僕は勝手に同僚と呼んでるんですけど、同僚の人らもですね、スタイルがどんどん夏仕様になってきて、今日は真っ黄色の T シャツを着てました。以上、同僚情報でした。はい、それではですね、ただいまが12時50分です。でですね、今からは
堀江にチャリンコで行こうかなと思って、まあ、なんで行くんかって言ったら、この前も多分どっかの動画で言ったんですけど、ノンスエースの手袋が破れてて、これの修理に行きたいんですけど、こうですね。なんかまあこれは紐が取れてるから仕方ないのかなと思うので、まあまあ出すんですけど、まずその前にセカンドチャンネルで、あの、今こんだけ破れてますみたいな動画を撮って、帰ってきたら帰ってきましたみたいな動画を撮るんで、今からその破れてますの動画を撮りたいなと思います。はい、本日はですね、はい、ではですね、今から行きたいなと思います。ちょっとあの変わった編集を今からやりたいなと思います。この走ってる様子を見てもらいたいなと思います。チャリコで頑張ってます。はい、それでは走ってます。上もノース、パンツもノースっていう感じで、今日は天気はいいんですけど、波がないからもう海は行かないんですけど、まあちょっと運動不足なんでチャリンコでも乗って、まあ、また帰ってきたら多分編集すると思うんですけど、まあそれまで自転車で難波まで行って、まあ、大体時間は1時間ぐらい漕いだら着くと思うんで、往復2時間ぐらいのサイクリングをしていきたいなと思います。でもみんな反応いいから、綺麗なお姉さんで、みんちゃんいそうとか言ってあ、聞こえます？あ、そうなんや。お父さんも見てへんとか、この間も奈良から来ます。へぇ、ありがとうございます。いや、さっき、あの、来てる最中に、でも時間的におらんかなって言うと、もう上がりですもんね。あ、もう終わるの。来た方がいいよ。じゃ、映ってる。はい、アルアルルバダ、バダ、インドネシア。もうこれ映ってるからね、あさもう映ってるからね、これあのもう綺麗なお姉さんが上がるところで、あとオーナーさんがいい、良かったよ。ありがとうございます。ところでですね、あの隣にいてはるのが視聴者の方です。今はあのお休みで、あの関西に戻ってこられてるらしいです。野球やってはったみたいです。いや、まさかカフェで綺麗なお姉さんとも会うし、で綺麗なお姉さんとの喋ってたら、後ろから視聴者の人来て、視聴者の人とまさか一緒にコーヒー飲むことになったし、あの楽しい時間を過ごせましたね。なので今からは、まあ、でせっかくここまで来たので、軽くジョンブル挨拶で行って、帰りたいなと思います。ジョンブル行きます。はい、それではですね、ジョンブル行ったら藤原さんがいてて、藤原さんと会ってちらっと話してきました。あの、会われへん時はずっと会われへんのに、会い出したらめっちゃ会えるっていう感じで、藤原さんとも喋ってて、なんか皆さんのおかげでチャリティーも、結構売れたみたいで、寄付これでできますって喜んではったんで、本当に ありがとうございます。結構長い時間いろんな人と喋ったりしてたんで、もう今がですね4時なので、今から帰っても5時なんで、急いで帰ってチラッと編集頑張りたいなと思います。はい、それではですね、無事帰ってきました。ただいまが5時前っていう感じで、今からはですね7時にジムに行くっていうのがあるので、まあそれまでに、まあ、編集2時間ぐらいできるかなと思うので、今やる気のあるうちにサッとしとかんと、ちょっと休憩してもやる気一気になくなるので、もう今から編集やります。はい、やってきます。はい、それではですね、編集頑張りました。ただいまの時刻がもう7時前ということで、もうがっつり編集して、気づいたら真っ暗になってたんで、今からジムを行く用意するんですけども、それでは本日のジムスタイルです。行ってまいります。はい、それではジム行ってきました。ジムで嫁と合流したんですけども、今が8時50分で、嫁はまだやってるんですけど、僕9時からテレビ電話で会議あるので、
急いで戻らんとダメなんですけど、10分で戻ってあの会議に入りたいなと思います。嫁さんはあの今頑張って筋トレしてるので、僕ちょっとあの化粧水と乳液塗ったように顔カピカピになってきたので、もうここでお別れしたいと思います。ではですね、見てもらってありがとうございました。